はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はケットやっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールは緑プチなしというわけで、まあプチつながりやすくなっているんじゃないかなと思うんですが、今日使っていくパーティー、まあこちらでして、まあ今回は2枠目の魔法帝さん、この方主役です。僕ね、この魔法帝さんなかなかなお気に入りキャラなんですけども、あのね、使ってる人をマジで見ない、結構ね貴重なキャラクターで、しかも情報修正されているんですよね。数ヶ月前に火力が伸びたのと、キラーがついたのと、バフが15から20になったっていう、めちゃめちゃ強くなったのに使われていない。そして必殺自動変換&必殺ダメアップ持ちっていうのはこのユリウスさんのみなんですよ。こんな貴重な枠やのになんで使われていないと、僕はもう残念で仕方ない。なので今回はね、この僕の自慢のユリウスを使って、まあ皆さんの固定概念であろうユリウスは弱いというのをね払拭するという啓蒙活動で行きました。やっていくんですけども、まあ1枠目ルフィ&エースにてバフしていきまして、2枠目魔法帝さんで必殺4つ割り、そんで自動変換された等々もろもろ量産レモンで全て回収して、ラストジョルノでまくる、やっていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、あのね、まあ、魔法帝さん今回2枠目で使うんですよね。2枠目のキャラクターってまああの動画的にあんまり映えることがないんですよ。なぜならば勝利に直結してるかどうかがいまいち伝わりにくいんですよね。まあやはり花形は4枠目のキャラクターなんで、その4枠目でいかに火力を出せるかがまあ決闘結構重要になってくるので、そこに注目されがちなんで、2枠目のこのバフのムーブ、これなかなか注目されづらいんですが、ただ今回皆さんお任せあれ、僕の魔法帝さんの火力ぜひとも見てほしいなと思います。んーで今回、ルキア、ルキアって確か特殊じゃなかったっけな、特殊なんで魔法帝さんは特殊タイプにキラーが入るんで、はい、ここ凄まじい火力出してくれるんじゃないかなと思います。そんで風間ルキアムーブ決められていったんですが、まあバフの値はこっちの方が勝っているんで、ダメージはこっちの方が伸びるんじゃないかなと思います。必殺4つ割り、お互いともにダメージ以下ほどなんですけども、はい、魔法帝さんいったれ、この火力どうですか。弱体化とか付与せ、そんであの魔法帝さんの一番の強み、これ必殺自動変換、これすることによって3枠目のバフキャラクター分厚く1個必殺を多く詰めるんですよ。これめちゃめちゃ重要。うん、まあ限定ユーノさんとか、これは必殺自動変換を持っているキャラクター全てに言えることなんですけども、2枠目にぶち込んだ時の相性がめちゃめちゃいいんですよね。うん、おそんでこのユリウスさんから生まれたジャマプチ君も仕事してくれている。これは全ては魔法帝さんのおかげというわけで、月島さんどこ行ったって話なんですけども、相手さんがまさかのダメゲンパーティーですか。これはちょっと面白い、ダメージいかほど、これ全然食らわん。はい、どんでもって見てみんしゃい、この火力。そんなちょっと氷結等々のダメージビビっていったんですけども、今現在バフ回避一つもされてませんよね、多分僕の記憶が正しければ。なのでここのジョルノの火力、これどぎついよ。魔法帝さんでバフえぐいぐらいしているんで、373%からの魔法帝さんのバフどれですか。魔法帝さんのバフはどれや、これか、 80%、これなんですよね。あんだけダメージ食らわしといて、必殺1個次につなげながら 80% のバフするんですよ。はい、これご覧あれ、ジョルノの火力花形へとつなぐ、まあ
補助的な立ち回り、ミッドフィルダーでも強いやつはいるということはサッカーでもまあ立証されている事実なんで、ダメージ以下ほどなんですけども、はい、ジョルノこの火力160万。まあ今日はこんな感じで頑張っていこうかなと思うんですけども、やっぱりさっきの戦い見た感じ、やはりジョルノが強いというまあ結論になりますやんか。ただそれはユリウスや量産レモンのバフがあってこそなんですよね。そして全てはユリウスの必殺自動変換があってこそなんで、ぜひともね、まあ、ユリウスの評価もうちょっと上がってほしい。そんでここ5個割りですか。量産レモン5個割りはなかなかな鬼畜やな。これぜひともつながってほしいなと思う。つながんないか。まあしゃーねーな、これに関しては。まあ割っていきまして、まあ量産レモンにつなげることはできるんでいいんじゃないかなと思われます。ダメージいかほどでしょうかっていう感じで、まあまあ入る、素晴らしい。量産レモンは、いやーまあまあ頑張ってくれた方なんじゃないかなと思いますね。さあ柱間さん、3枠目に柱間積んでくるということは、これ相手さん3枠ぶっぱパーティーやな。そんで弱体化防止等々もやってくると、まあちょっと百鬼夜行やってるので、ここ重複しているんですけども、2個割り、ここの2個割りやったら耐えるでしょ。あ、ジャマプチ君が今回なかなか優秀やな。まあそらそうか、魔法帝さんさんから生まれたジャマプチなんで、魔法帝ってブラクロの世界での最強キャラなんでしょ。ちょっとよくわかんないですけど、そんな方から生まれたジャマプチが無能なわけないんですよね。そりゃそうなんですわ。はい、キャラ補正も入っているというかで、ね、素晴らしいんですけども、5個割りダメージ以下ほど、ここキモいんちゃう火力。いいねー、量産レモン強いよ。んーでもってラスワーク、ここ高校取っちゃっているんで、逆襲ダメージがそんなに伸びないとか、まあ残念なところなんですが、相手さんはこれ4個割と。ただ量産レモンで5個割してるんで、必殺ダメ攻撃力ともに 70% のバフがかかっております。ここはちょっとなかなかな火力、高校でも望めるんじゃないかなと思うんですが、着地がちょっと悪いな。まあこれはしゃーないかな。割っていきまして、相手さん 199%、 こちら側は 387%、 魚雷合わせて 410% ですわ。これは高校といえど、逆襲高校といえどまくるでしょう。強バカ強いよこの火力、安定で160万出すよ。やっぱね、必殺自動変換と必殺ダメアップというこの唯一無二の存在、これはまあ注目されていいと思うねんけどな。まあ僕の調べが悪いだけなんですかね、使ってる人多いんですかね。僕は全然いない印象なんですよね。もっと使われていいキャラやと僕は思うんですけどね。まあでも火力だけ見れば、必殺自動変換キャラの中で一番火力は出ないんですよ。そこがまあちょっと悲しいのですよね。もうちょっと火力出るならば、まあ注目されていたんじゃないかなと思われる。やっぱり、最近出たナイトメアルフィとかの方が火力エラ出るんで、やっぱりそっちの方を使いがちなんですよね。ただ魔法帝さんも負けていないと僕は思う。まあ、キラーが出れば強いんですよね。まあ、キラーも言うて 20% だけなんで、言うてまあ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 、助かっているんじゃないかなと思うんですけども、今ダメージいかほど。ガードの上からこの火力やからな。さすが今年登場したキャラと、まあ、言わんばかりなんじゃないかなと。相手さんの柱間さんのバフなんですか、 33% やったらキモいんですけども、キモ出ましたね。モサありがちの、はい、キモバフなんですが、まあいいんじゃないかなと思われる。これ全回収着地地点、これ決まってるか。決まってますね。
決まり腐らしてますわ。ありがとうございます。全回収やっていきまして、ただここで全何そのバフ解除、あしかもラス枠ひなかげやん、うわキモいねー。バフだけじゃなくてムーブ、おー何相手さん、なんかちょっとよくわかんないんですけども、ラスアクラスアクにひなかげであんなに割られんの僕、えこれ僕生きるんですかね、死ぬ未来しか見えないんですが大丈夫でしょうかっていう感じで、まあ、邪魔プチは1個も生まれてないんでポイントはまあまあもらえるんですけども、相手さんバフは 178% こちら側 316% で必殺ダメがちょっとえらいほど解除されていったんとはどうなるんでしょうか。一応アドバンテージは、70万回復分合わせて取っているんです。ここ上書き頼む、2個上書きしてくれたんはまあまあいいんじゃないかなと思われる。あ、救急車通っていったんですが僕のことじゃない、これは僕はそんな大怪我を負うつもりは今からないです。はい、生還していこうかなと思うんですが、6個割ダメージいいかと、これキモいか、あー勝ったわ、よかったあこれは怖かった、手塚部長で割られてたら多分負けてましたね、危な。いやラス枠にひなかげ積んでる人おるんか、僕はまあいいヒント、おーっと待ってくれよ、2枠目3枠目やべえぞ、負けました。まあね、男たるもの、はい、去り際はかっこよく後ろ向いてちょっと手フィッてやるのがいいんじゃないかな、昭和の考え方なんですけども、この去り際が一番男としてかっこいいんですよ。はい、まあ、ぜひともね学校の登下校中にやってみてくださいという感じなんですけども、まあ、これはねもうこれ有利取られているんで、はい、どうなっても負けです。はい、これはもう絶対に負けていったんですけども、まあ諦めんのが一番ダサいんで、はい、男というのはちょっと先のこと前言撤回していくんですけども、諦めんのが一番ダメなんで、ここはまあぜひとも未来を信じて頑張っていこうかなと思うんですが、ここのダメージいかほどでしょうかっていう感じで、こっちガードも何も積んでへんからダメージキモそうなんですけども、ね男というのはね諦めが肝心なんですよね。はい、何でもそうなんですよ。目の前でもしシュークリーム買おうと思って、その僕の目の前でなくなったら皆さんどうしますか？客にもう店員に文句言うんですか？じゃないでしょ。もう去り際かっこよくそうですか、それはちょっと明日また来ます。これがモテる男なんですよね。ぜひともモテていこうかなと、思います。この限定ユーナさん、うん、ユリウスの上位互換なんですが、ガード貫通します。はい、なので、僕のこの量産レモンのダブルガード、これなんなんそのつながり方、意味をなさないです。はい、なので、ここをド貫通されていくんで4個あり、絶対に負けました。はい、誠にありがとうございます。はい、ざまあ見やがれ、誰が諦めるかかすえ、店員に文句言ってまで僕は買おうと思うんですけども、ちょっとジャマプチが何この右集中攻撃、僕右利きなんで、はい、利き手潰してきたというね、はい、あるまじき行為発動されていきまして、これはちょっとスポーツマン精神に欠けますね。あなたそんな心持って試合をやろうってのか。バフ何パーですか？ 204% という木も、こっち 377% 魚雷合わせて390後半ですね。これまくれるんちゃうワンちゃん。こっち先行なんで、先行逆襲はキモいよ。でガード積んでいるジョルノはガード貫通でもなんでもないんで、まあダメゲン貼られていって、まあ反撃も付与されていったんですが、何個割これ、4個割、いや全然まだワンチャンある、いかほど、いやまくってくれへん、はい神、これなんですよね。
はい、胸ぐら掴んでまでゲットしました。さあというわけでラスト1回頑張っていこうかなと思います。ユリウスの強さはまあ見せれてるんじゃないかなと、思いますね。なるほど、オデンティンか。まあティンに関しては特殊タイプなんですよね。地味に今さ、なんで1枠目で なんで1枠目でトリコ、あなたちょっと天才か。天才の考えることは凡人には全く分かんないんですけども、ここで割る意味が分からへんな1枠目で割る意味分からへんな。相手さんがね、耐久パーティーならば1枠目でまあ生むムーブは分かんねんけど、これ分からへんな。まあ2枠目ティン、2枠目ティンにまあ繋ごうとしたんですかね。まあ CPU のよくありがちなパターンになったんじゃないかなと思いますね。んで弱体付与されていったんで、これは絶対に弱体化は完封していかないといけないんですけども、5個割り、ティン5個割りかー、きっついなティン5個割りはちょっとやめてほしかったな。まあ先にぶち割っていきまして、これはレジェンド発動します。はい、まあレジェンド発動したことによって弱体化貫封していきまして、そんでまあ若干のバフかかったんで、ここ、魔法帝さんなかなか火力伸びるんじゃないかなと、思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで、いいね、素晴らしい。いやー、キンモいねー。んでここはガード貫通されるんで、まあただ弱点属性取ってるんで、それでなんとか頑張ってほしいなという状況ではあるんですけども、そんでもってまあ繋がっていないんで大丈夫ですと。ただユリウスの 80% のバフが削がれていきました。ここ削がれたん、おー、これはザリンのことを愛するかのごとくの着地、ありがたき幸せ。ただ 80%そがれたんはなかなか痛いな。まあここは全回収頑張ってしていきまして、割っていくムーブと OK。 まあ反撃付与されているとはゆえ耐えると思うけどな、ここはさすがに耐えたな。 OK、 あっぷんな。さあラスワーク、ただね、高校やね今回、高校逆襲、これ相性めちゃめちゃ悪いんですけども、まあただ今までバフしてきた2枠目3枠目先代の方たちの力を借りれば、まあこのジョルノであって高校逆襲といえど勝てるんじゃないかなと僕は信じたいんですけども、着地はそこになるね。素晴らしい、いいね。あー、あいつさんバフは331%、んー、魚雷合わせて 350%、 まあマイナス分が削がれたぐらいかな。頼む、お前に託した全てはお前、いかほど。あー、ワンチャン、これは勝った。おざっ